金門砲船は、1958年8月23日から10月5日にかけて、中華民国福建省金門島に対し、中華人民共和国の中国人民解放軍が、同等に進行すべく砲撃を行ったことにより起きた、戦闘である。台湾では823砲船と称している。また、第二次台湾海峡危機と称されることもある。 実質的な戦闘行為は1958年10月5日に終わったが、人民解放軍による砲撃は1979年1月1日までの約21年間にわたって定期的に続けられた。1979年の砲撃停止以降、人民解放軍と中華民国国軍との武力衝突は発生しておらず、2019年時点では、 第二次国境内戦最後の戦闘行為となっている。朝鮮戦争が停戦を迎えると、中華人民共和国は、東南沿岸での高賀鉄道、節越軍事道路及び復讐、立田、昌州、新港、恵安、連城での飛行場建設に着手、1955年から1956年にかけて完成させた。1956年に、 中国人民解放軍は、ソビエト連邦からミグ17のライセンス供与を受け生産した戦撃後型の試験飛行を成功させるなど、ノースアメリカン海 -86 や F-84 などのアメリカ合衆国の機材を導入資金代化を進める中華民国軍に対抗すべく軍備充実が行われた。 一方の中華民国側も1955年に米下相互防衛条約を調印し、アメリカから最新の機材を導入したほかに、在下米軍が駐留し、核弾頭を搭載可能なまたール巡航ミサイルが配備された。1958年7月に、イラク王国で7月14日革命が発生し、王政が打倒され、レバノンでレバノン危機が発生すると、アメリカと イギリス両国政府は直ちにレバノンとヨルダンに派兵し中東地域に緊張が高まった。中華人民共和国は中東人民の反侵略主義闘争を支援するという理由をもとに沿岸兵力の拡充を行い中華民国への攻撃の準備を開始した。中華民国側もこの状況を受け8月15日に金馬地区に対し戦闘準備を命じている。 中華人民共和国によるこの作戦の目的は、米下相互防衛条約並びに、アイゼンハワードクトリンの適用範囲が台湾本島のみならず、中国本土にある金門島にあるかどうか確認することであり、小解石とアメリカのそれぞれの政策に矛盾を生み出すことであった。そのため、アメリカ軍の航空機や艦艇は攻撃せず、逆に攻撃されても反撃しないといった、 公戦規定が定められ、前線の部隊は、中央の強い統制下の下で作戦を行った。事実上敗北した中華人民共和国の人民解放軍は、1949年の、コネーヶ島戦役や1955年の一、鉱山島戦役のように上陸部隊を送り出すのは、躊躇して、結果的に出してこれなかった。王の武山近門防衛司令部、記念元、司令、 流玉将へ進むの失敗。流玉将と小玉木は1950年代に金門防衛を担っていた1958年8月23日午後6時に中国人民解放軍は中華民国の大金門島小金門島に大使火砲459門で砲撃を開始した。戦闘開始2時間で4万発、1日では5万7千発もの砲弾が使用された。 攻撃目標としては、中央指揮所、観測所、交通機関や砲兵陣地であり444名の死傷者を台湾側に発生させた。この時に、中華民国軍金門防衛司令部の副司令基地成分、長野城、焼結は、戦士、参謀長、劉は家ラケと、金門視察中の中華民国国防部長、ユダイタは戦傷を負っている。 このような中華人民共和国による攻撃に対して、中華民国の友好国であるアメリカのジョン・フォスター・ダレス国務長官は、金馬地区を奪取することは平和に対する脅威であると警告を発している。8月24日に中国人民解放軍は、金門の名ど頭陣地、両蘭不当、金門空港及び、砲兵陣地に対し砲撃を集中させ、 これに対し中華民国軍は中国人民解放軍の砲兵陣地への反撃を開始した。中国人民解放軍は港湾と空港に対する攻撃を継続し禁門の封鎖を試みたが中華民国軍の強力な反撃に合い失敗した。台湾海峡に展開するアメリカ海軍第7艦隊のエセックス級航空母艦でキシントンと支援艦艇台湾に展開したアメリカ空軍機 金門封鎖作戦への対抗手段として、アメリカ政府は、第七艦隊の空母7隻を台湾海峡周辺に派遣し、中華民国軍への物資補給を支援するとともに、空軍、海兵隊、陸軍の3軍による共同演習を実施し、中国人民解放軍側に警告、さらに最新鋭機のロッキード海 -104、10 a 戦闘機などを台湾に急波、 作戦式センターを設立するなどの支援策を実施している。8月24日以後、中華民国軍は金門への海上補給を維持すべく夜間の補給作戦を行ったが、中国人民解放軍は水雷艇等を動員して補給阻止を図っていた。8月24日夜、金門島への増援を図った中華民国軍の LST 揚陸艦2隻と護衛艦2隻を 中国軍魚雷艇8隻が奇襲し7分で、揚陸艦1隻を撃沈した。9月1日には、魔法より出航した中華民国軍補給艦が、翌日両蘭湾で中国人民解放軍艦艇と遭遇、92回戦と称される戦闘が発生している。92回戦について、中華民国側は、中国人民解放軍海軍の撃沈は10数隻と発表したが、 中国人民解放軍側は衝突により2隻が沈没したのみで補給艦タコ号に甚大な被害を与えたと発表している。その戦果については両軍ともに自軍の被害を少なく敵軍被害を大きく発表したと考えられ近年は信憑性に疑問が提示されているがいずれにしてもおおむね台湾側が優勢のまま推移した中華民国軍の f 十六戦闘機また 空戦においては、史上初の空対空ミサイルが使われた戦闘としても知られ、アメリカにより持ち込まれた a i m 9サイドワインダー空対空ミサイルを用い、中華人民共和国側戦闘機11機を撃墜するなど、中華民国側が同地域の制空権を確保した。開戦当時、アメリカ合衆国政府は台湾当局に対し、 金門及び場所は、米下相互防衛条約の防衛義務範囲に含まれないとして大鎮島撤退作戦の時と同様に金門の放棄を要求したが、小介石総統はこの要求を拒絶している。さらに、中華民国軍が戦闘を優位に運んだことから、アメリカは事態の打開のために中華民国軍に対しさらなる武器供与を実施した。また、 第三国を通じ金門防衛の戦闘の中で、アメリカ空軍が中華人民共和国福建省アモイ周辺への戦術核兵器の使用を計画しており、グアムにボーイング B-47 爆撃機中隊15機が待機していたが、当時のドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領がこれを承認しなかったことが、アメリカ国防総省の機密文書より2008年にわかっている。 このような動きを察知したソビエト共産党のニキータ・フルシチョフ書記長は当時関係が悪化しつつあった中華人民共和国に対して米ソ間の核攻撃を触発しないようにと警告を発した。なおソ連は中華人民共和国の建国以来、蒸気のミグ戦闘機をはじめとする様々な兵器を中華人民共和国に供与していたほか、核兵器開発のための技術供与なども言っていたものの、 1956年に行われたフルシチョフのスターリン批判以降両国の関係が悪化していたこともあり、特に武器供与は行わなかった。この金門島の戦闘により、フルシチョフは冒険主義的な行動を取る中華人民共和国の核保有は核戦争を誘発すると認識し、核兵器開発のための技術供与を打ち切った。M115 弾砲9月18日以降に、 アメリカ軍の戦団により M1158 インチ榴弾砲が金門島の中華民国軍に直接提供されると9月26日以降中華民国軍は対岸のアモイの大古坂2島の中国人民解放軍砲兵陣地を攻撃し大きなダメージを与えた中国人民解放軍は10月5日に中華人民共和国国防部長の報徳会が 人道的な検知より金門への砲撃を7日間停止し中華民国軍船舶による補給を許可する。ただしアメリカがその護衛を行わないことが条件であり。理由はこれは中国の国内問題であり、アメリカが関与することは内政干渉であるからであると一方的に発表。10月13日には再度2週間の攻撃中止を発表。中国人民解放軍による 積極的な攻撃とその後の金門島への侵略作戦は転換を余儀なくされた。10月28日に中国人民解放軍は一方的に確実攻撃の方針を発表し、戦闘は次第に収束化していく。しかしその後も中国人民解放軍による定期的な砲撃は継続された。しかし、砲撃は毎週月、水、金曜日に限られ、 しかも、無人の産地を標的としたことからも明らかなように、形だけのものであった。国際社会への戦略的アピールが目的であったが、戦術的にも全く意味はなく、後に、金門名物となる、金門傍聴の材料を無償で提供したに過ぎない、ものであった。最終的に、中国人民解放軍による砲撃が停止されたのは1979年1月1日の、 米中国交樹立時である。米中国交樹立の際に国防部長の助向き前は、停止砲撃大、小金門等々書的声明を発表し、21年に及ぶ砲撃戦はようやく停戦することとなった。冷戦崩壊後の両国間の緊張緩和を受けて導入された三通政策を受けて、金門姉妹は、 両国から船舶の定期便が運航されており、台湾側の観光客だけでなく、中華人民共和国側からの観光客も多く、訪れる観光地となっており、人民園が流通して、商店街には中華民国国旗とともに、中華人民共和国の国旗も掲げられている。中華人民共和国側から水道水を供給する海底パイプラインも開通し、 金門県政府は一国二制度を歓迎するとも述べている。この砲撃戦で金門には47万発の砲弾が撃ち込まれた。砲撃に使用された砲弾の玉柄には非常に高質な鋼が使用されており、金門住民は不発弾等を再利用して包丁を製造するようになり、これらの包丁は金門包丁として金門を代表する名産品となっている。ありがとうございます。